カンフェスライトニングトーク大阪グループに用意スタート。皆さんこんばんは、サンデー社長の平林幸秀と申します。今日お届けいたします作品はですね、サンデーではなくて世界一団という団体になります。この世界一団という団体なんでございますけれども、時を遡ること20年ぐらい前でございます。1993年に結成いたしました。それから、コツコツと、公演を打ってきまして、本日お届けするこの空飛ぶ遊園地という作品をお届けする羽目になりました。これが2004年のことでございます。こちらの作品の見どころなんでございますけれども、こちらはですね、家族のお話となっております。家族っていうのは本当に大変なものでございますね。子供の成長とか介護の話とかね、なんかそういったで話出てきませんけれども、100年ぐらいの、遊園地にの家族の心温まるお話になっております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、次。どうも、宮川咲です。今回私はですね、宮川咲一人芝居、モダンタイムズという作品でエントリーしております。毎回、老若男女を問わずがむしゃらに生きてる、まあ、個性豊かなキャラクターたちをやらせてもらってるんですけども、今回のモダンタイムズはですね、神戸にゆかりのあるハイカラなおばあちゃんが出てきます。あれ、どっかで見たことのあるようなないような、なんかこう懐かしい感じのする、あ、ちょっとまた行ってみたいなとか、なんかいろいろな思いがある、最後に優しくじーんとくるような作品に仕上がっております。ですので、ぜひともいつも見てもらっている方はもちろん、まだ見てらっしゃらない方はこの機会にぜひとも、ね、ぜひともご覧になってください。宮川咲一人芝居モダンタイムズ、よろしくお願いします。今年もやります、全国ツアー、全国4都市、よろしくお願いします。はい、スクエアは昨年結成20周年を迎えた劇団です。その代表でも何でもないペーペーの川瀬淳です。よろしくお願いします。コメディ、関西弁のコメディばっかり作ってる作品劇団で、去年の20周年公演を終えて活動休止になりました。今回の作品、失言ラジオはその20周年公演の一つ前の作品です。で、大変笑ってもらいまして、次の公演で DVD がもうパッとスワッと売り切れた作品です。で、とある進学校で1000人以上、多分ほとんど舞台を見たことない人たちの前で、芝居したんですけど、マイクつけてたのに笑い待ちをしないといけないとか、もう劇中にもめっちゃ拍手が起こったりと盛り上がった、作品です。いつもは一つの場面の作品が多いんですけど、今回は5つの場面がありまして、このつながりとか伏線でもどん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 、盛り上がっていって、もう時々ハラハラはあんましないんですけど、笑っていただける作品です。ぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。はい、次。はい、私、京都で時事ネタ系コメディの、劇団をしています笑いの内閣というところの上皇、今のところ日本で唯一の上皇の高間と申します。こちらですね、81団体決定とか言って一律に40団体あるんですね。はい、うちだけ乗ってません。はい、ということでですね、今回は名誉男性鈴子という作品をやります。こちらはですね、名誉男性という南アフリカのアパルトヘイト時代の、有色人種でありながらね、差別に、協力するやつを名誉白人って言ったのとなぞらえてですね、女性差別をする女性を名誉男性というのを支援にしたコメディでございます。こちら多くのフェミニストの方見に来ていただいておりまして、田島陽子先生なども絶賛していただいた作品ですので、ぜひとも、見ていただければと思います。笑い内閣次回公演はですね、4月にですね、ネトウヨが韓国が嫌いなネトウヨの話を韓国でやるというのがありまして、クラウドファンディングやってます。どちらかというとそっちの出資の方をたくさんしてほしいと思ってますので、3万円でアフタートークできる権利とかして売ったりとかですね、いろいろしておりますので、ぜひそちらの出資 と、今回の出資、はい、次。中野劇団の、三条と申します。中野劇団乗ってませんね。すみません、ちょっと応募したつもりが。乗ってます、大丈夫です。ややこしいちょっと、そこら辺詰めのあんまり劇団です。で、中野劇団っていうと東京の劇団とよく間違われてます。はい、ちょっとあんまり考えずにつけたんですけど、中野という人間が主催で、脚本演出やってます。で、結構、お笑いをメインでやってまして、今回は10分間という結構、まあ、うちでいうところの、まあ、自信作にはなるんですけれども、
タイムリープもの、いわゆるタイムリープもので、まあ、主人公の女の子が居酒屋で10分間のタイムリープを、はい、ありがとうございます。